シャックです。マッツです。今日のテーマはマブスがスーパーチームを結成か。聞いた、アベンジャーズ。今日はね、苦戦が続くダラスマーベリックスですよ。大変や、もうあっこはもううちゃぐちゃや。もうその中でね、最近気になる話題が入ってきました。なんや。今日はね、そこについてちょっとメインで話しつつも、後半は今日の NBA ニュースちょっと軽くね話していきたいと思います。みんなで情報を追いましょう。ぜひぜひこのチャンネルで詳しくなってください。今日もね、最後まで皆さんお楽しみいただいて、僕ら応援する意味を込めて高評価ボタンポチッとポチー押していただいて、まだの方忘れずチャンネル登録いただけると僕らが続けるモチベーションになるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。本編前に一つお知らせがあります。お知らせ。来月4月10日は素人の NBA リアルライブ開催させていただきます。しゃあ、オフ会ってやつやね。初開催をね、横浜でさせていただきますんで、はい、もうね、残席少なくなってきてますので、ぜひ皆さんね、まだの方はね、お急ぎください。概要欄にリンクがあります。待ってます。素人 NBA ダラスマーベリックスはですね、現在今ウエスト引き続き第11位。あ、動かずそこなんや。まだそうやね。いや、動いてないねんけども、実は10位の OKC とのゲーム差は今週水曜日から開いてしまった。逆にというか普通に。やばいやん。水曜時点ではさ、10位の OKC とはゲーム差ないって言ってたんやけど、分かった、得失点差とかでギリギリ OKC やったもんね。あ、そうそうそう。ただなんと今10位の OKC と1ゲーム差も開いてしまった。いや、もう試合数少ないよ。一桁だやろ、試合数。いや、危ない。もう4月何試合 ?5、6試合ぐらいしかないかな。ピンチ。そうやね。OKC が前回ピストンズに勝って、はい。で、ダラスは前回シクサーズに負けたから、1ゲーム開いちまった。まあ、シクサーズやな。強いもんね。そんなね、崖っぷちなダラスやねんけれども、前回シクサーズ戦の後に、カイリーはね、やっぱインタビューでもね、なかなか、ちょっと意味深な発言を結構してて。心が踊り出した。大丈夫か。プレーで踊ってくれてるんだけど、別のところで踊り始めてるもやっとがね。実際に今シーズンの今のチームの状況とか順位を見ると、結構こう混沌としていると。そうですよね、しか言えへんな。そうやね。で、ロッカールームの、つまりチームメイトの誰しもがこんな結果期待したわけじゃないし、そりゃそうや、帰りに来たぞーみたいなな。実際トレーデッドラインあとめちゃくちゃええ感じだったから、うん、ただ結局やっぱ勝ててない中で、カイリーもね、なかなか前向きではいると思うねんけれども、結構厳しいと。で、そしてカイリー自身もブルックリンでシーズンを終えたかったみたいな発言もしてた。言っちゃった。そんなここに関しては意図はないと思うねんけど、まあ、ポロッとね。そう、ポロッとそういう部分も出てしまいました。あの時楽しかったなぐらいちゃう。あ、そう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 。やと思うねんけれども、なかなかね、カイリー獲得を引き続き厳しいのがダラスマーベリックス。ほんまにあれやね、どこも今んとこ幸せになってないよ。ほんまにこれ難しいな、トレードっていうのは。そんな中、ダラスがオフにね、大型補強してスーパーチームになるんじゃないかっていう話がちょっと噂入ってきます。半分やけくそ入ってんのかもしれんの。半分というか8割ぐらいそうやと思うねんけど。先にね、選手打っていくと、なんとドレイモンド・グリーンとレブロン・ジェームズが移籍するんじゃないかっていうのが言われてます。千葉知ってるね。いやー、完全にもう千葉知り感がすごいわけやね。おー、すごいね。結構海外のアナリストとかがこの辺の話を今してるみたいです。なるほど。特に2人の中で言うと、まずドレイモンド・グリーンの可能性を結構今話されてて。そっちはまあまあありえるやろ。実際に FA にもなるし。そう、取りやすいがな。その中で FA でまずドレイモンドがダラスに行くんじゃないかっていうのが言われてる。そこは動いてもうんって感じやね。そうやね。実際にグリーンに関してはオリアーズの契約がまだまとまってないし、残るかどうか結構不透明。俺は欲しいねんけどな。おう、欲しいチーム多いと思うねんけど。まあ、実際に今シーズン終わった後に契約切れるのがカイリー、クリスチャンとドワイト・パウエル3人契約切れるから。あ、じゃあそこが開くかなってことか。合わせると年間で63ミリオンぐらい。なのでドレイモンドで回そうと思えば回せるような状況。そうね。そしてドレイモンドが行けばレブロンもね、これダラス行きを模索するんじゃないかっていう話がちょっと言われてます。まさかの、そこをまさかすぎる。おう、カイリーと一緒にプレイしたいんじゃないかとはずっと言われてきてたけど、何やかんやで2人求めてるよね。お互いの気持ちを素直に打ち解けれない、ちょっとこうなんか思春期のなんかな。あるあるある。あ、まあ、ずっそうやね。ただね、
ジこれレブロンに関しては結構難しい、正直。ぶっちゃけ来シーズンから2年97ミリオンっていう契約がスタートする。お金足らへんやろ。ルカもいるし、いっぱいいるし、みたいな。そうやね。なので、カイリーと再契約するんであれば、なおさらね、これレブロンのマブス行きっていうのは、言ってるだけの話になる可能性の方が高い。普通にロスターカスカスなんね、それ。カスカスなるよ。ロールプレイヤーなしみたいになるよ。今日ドレイモンのレブロンも相当なおっちゃんになってるから、チバシルね、なったら。そう、スーパーチーム結成した言われたけど、結局は、めちゃめちゃダメダメチームになる可能性も、まあ、全然ある。レギュラーシーズンで失速するね。しかも、レギュラーシーズンも最初15試合ぐらいで失速する可能性。最初多分1位とかにいるんだよな。そうそうそう。めっちゃ強いって俺らも動画出すかもしれない。その後絶望的なんだよな。そうそうそう。もう解散みたいな、ね。なるなる。っていう話が言われてんねんけど、ドレイモンド・グリーンに関しては、現実的にあり得るかもしれへんな。そっちはあり得そうやね。どっちはあり得ると思う。グリーンに関しては今回の FA で人気選手になることは間違いないねんけど、うん、そんな中でね、これ、ドレイモンドがマブスに行く場合、実際フィットがどうなのかっていうのもちょっと考えていきたくて。ああ、いいや、そこはね、あり得るかもしれんから。俺としてはね、これ、ドレイモンド・グリーンのマブス行きはね、多分失敗する。何があかんの？監督問題ちょっと一旦置いといて、選手問題だけで言うと。フィットは一旦忘れます。今のさ、マブスって昨日のゲームもそうやけど、ルカ・カイリーからパスアウトもらって、しっかり決めきれる選手がおらん。ドレイモンド苦手やからね。めちゃめちゃ苦手やん。で、ドレイモンドのさ、やっぱ、ウォリアーズの真骨頂っていうのは、やっぱ、ドレイモンドプレイメーカーっていうのはめちゃめちゃ強いわけよ。そうね。カリープレイが動きまくって。うん。ってなった時に、じゃあ、ルカ・ドンチッチ、ボール持ってないところで動けますかっていう。カイリーだけ頑張ってくれるんだよ。いや、そうやね。なるな。なので、なかなかね、このフィット的には結構きつい。ルカ、それやる場合、もうちょい痩せなあかんね。痩せなあかんっていうよりも、ルカ自身のメンタルをちゃんと変えないと。まあ、痩せるのは走ってたら痩せるから。そう、体型は関係ないよ、この話に関しては。なのでね、ドレイモンドのマブス行きっていうのはね、これからね、また噂上がってくると思うけど、俺としてはね、これ、あんまうまくいかへんのちゃうかなと思って。でもマブス今、うまくいってないから、もう正常じゃないから、考えが。いや、そうちょっと一旦正常に戻してもろって。今、うわーなってるからね。だからね、ちゃんとディフェンスできて、外も打てるっていう、ウィングの選手を2、3枚ぐらい取れれば十分なんじゃないかな、とは思ってる。集め直そう。集め直したい。例えば今回の FA で言うと、ブレイザーズのジェラミー・グラントとかね。ああ、いいやん。めちゃくちゃええと思うよ。欲張りすぎちゃうか。いやいやいや、けどサラリーが開くんやったら、取れる。今グラントだいたい20ミリオンぐらいの契約やねんけど。いけるか。例えば25ミリオンぐらい年間渡して、なら取れるし。で、かつ、今シーズン終わった後に、今ルーキースケールの選手、つまり2019年ドラフトの選手も何か FA になるから、はいはい、そのあたりもプラスアルファ取りに行くっていうこともできる、ね、見つけてくれ。その中で言うとね、例えばボストン、グラント・ウィリアムスがめちゃめちゃ欲しい。欲しいけど取れるか。いやー、ただこれサラリーが空くのであれば、しかもドレイモンドにそのマックス近い金額を渡すんであれば、他の選手に2人ぐらい配分はできるから、いける余力はあると。余力はあると思うよ。このあたりはちょっとマブスのシーズンがね終わってから、また具体的な補強案とか出していきたいと思います、はい、そんな感じでね、ちょっと話題には上がってるダラス・マーベリックスやねんけども、盛り上げてはくれてるよ、 SM 盛り上げてはくれてる。ただね、俺もう4月ほんまに外せないって。これもう悲しい結果になるイメージあるけどね、今んとこ。あー、いや、ただけど分からへんのが、ルカとカイリーっていつ爆発するか分からんからね。交互に一個ずつ爆発してくれたらいいけどな。いや、ただ二人とも爆発すれば勝てると思うから。それはそうやけども。そう、どっちももうあれやで、40点40点取っていくしかない。まあな、あとほんま2、3点でいいな、全員3点全然取らへんねんけど。素人 NBA、 このあたりどうなるかっていうのはすごい注目です。そしてね、こっからちょっと気になるニュースを2つ紹介したいです。2つ。一つがね、ちょっと監督系の話やねんけれども、サイラスがついにウェーブされた。ちょっとそこともやや近くなる話題で、ややちょっとリンクするかもしれねんけど、まずね、監督、これニック・ナースが今シーズン終わった後にラプターズの監督を退くかもしれないっていう話が言われてる。あ、出てるね。ちょうど出てます。でね、どうやらウエストの複数のチームが結構今興味持ってるみたいで。あ、ナースに？そうやね。へえ。で、そのうちの一つがヒューストン・ロケッツ。あ、いいやん、全然いいやんらしいよ。ありがとう。らしいですよ。ちょっと考えてない、ロケツが急にやっとタンクは終わりだと。おう。なんでもう気持ち的にはもう来シーズンに向いてる。もう行こう行こう行こう。ロケツはね、これから始まりますからね。やったよ、3年ぐらいオフシーズンあったよ。長かったね、オフシーズン。いや、これ来シーズンも同じこと言ってたら爆笑やねんけど。せめて山来て、俺らが取り上げる回増えててほしいわ。さすがにけど監督は変わると思うんで、
史上最悪クラスの成績じゃ今んとこ。タイラスもな、ちょっとかわいそうなところもあるけど、もしかしたら来シーズンニックナーズが来るかもしれんみたいな。じゃあ待ってるよ。そして続いては今シーズンの MVP にまつわった話。お、新しいノミネート来た？いや、新しいノミネートというかね、今あの ESPN で最終 MVP のなんか模擬投票みたいなことをどうやらやってるみたいで。あ、その関係者の中で。あ、そう、誰がなりそうかみたいなね。で、なんと今その投票の中で1位になったのがジョエル・エンビードです。おめでとう、やったらしいよ。ヨキッチも喜んでる気がする。あんま興味なさそうやし。このエンビートとヨキッチはね、合計ポイントが2ポイントしか違わんかったらしいけど、とはいえ上回ってんねん。とはいえ今上回ってるみたい。なんか気にしてないとか言うてたけど気にしてるってエンビート。いやね、これね、シャックちょっと思い出してほしいねんけどさ、俺今シーズン始まる前のアワード予想で MVP 取るっつってたエンビート入れてんの。入れてる。これ当たっちゃうかもしれないわけよ。始まる前の回やろ、しかも。あ、そう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 。これ当たったら嬉しいやつやね。いや、そうやね。ちょっと皆さん褒めてください。スパチャください、どんどん。よキッチンになってるかもしれんけど。素人 NBA。実際3位がヤニス・アデトクンボだしね。まあ、素晴らしいね、彼も。で、その後4位がジェイソン・テイタム、5位がルカ・ドンチッチみたいです。ああ、ルカ、順位がな。そうやね。低すぎるな。そうやね。で、ただこれまだまだね、シーズン終わってないから、この5人の中に、例えば OKC の SGA だったりとか、ありえるよ、全然ありえるよ。あとはキングスのドバンタ・サボニスも食い込んでくるかもしれんっていうのが言われてる。3位にしてるからね。いや、そうやね。入れたってよ、むしろ。昨日プレイオフ決めたから。おめでとう。10何年ぶり、7年ぶりとかやったっけ。2006年からやから、17年ぶり。7やろ、恐ろしいね。いや、これ、すげえな。やばい。前回プレイオフ出た時のスタメンが、レイカーズで、ね、2010年優勝したローアーティストとかがいた時代やから。それぶりやろ。え、そうやね。いや、もうキングスファンを代々やってる家系がいれば、今、ね、おじいさんとかひいおじいちゃんに伝えてるよ。いやー。ほんまにな。仏壇の前で。いや、これはもうめでたいよ。すごいね。そう。実際に今、だから僕、キングス界作ってます。もうキングス優勝やで、気持ちは、これは。いや、もう今シーズンは十分やで。いや、優勝しましたね。そんな感じでね、ちょっとキングスが数十年ぶりプレイオフ出てたってこと祝って、ちょうど今ね、動画準備してるんで。いいね。はい、この辺また待っておいてください。以上、今日は最新のニュース、そしてダラスマーブリックスはオフにスーパーチームを結成するのかどうかっていう時点の噂いろいろお届けしてきました。見てみたいけどね。そうやね、いいイメージは全く持てへんけど。おもろい。中身の見物と行かせていただきたいです。他チームはな。自分レブロン出てくよ。いや、俺はね、ちょっとまたこれ別の回でも話すけど、別にレブロン出してもええかなってちょっと思い始めてるから。ちょっと面白いな。またこの辺はちょっと別の回でも深掘っていきます。以上、今日はね、ダラスマーブリックスがスーパーチーム結成するのかどうかについて今の時点で噂話してきました。あなたはね、レブロンというよりもドレイモンド・グリーンから今のダラスに合うと思いますか？ぜひ皆さん熱い思いコメント欄で聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちは明日以降は皆さん楽しんでいただけるエンディベイ動画どんどん出していきますので、まだチャンネル登録されてない方はこの動画を見たらすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてメンバーシップでは月1本通常動画以外に限定動画出してます。来月はね、デンバーナゲッツの深掘り会やりたいと思いますので、いやー、久々のナゲッツ、はい、ぜひ皆さんナゲッツファンの方だったりとか、よりねナゲッツのこと知りたい方はメンバーシップ入ってください。お待ちしてます。近々やります。サブチャンネルではメインで話したトピックについてもいろいろ話してるんで、そっちの方もチャンネル登録して待っててください。あっちもほぼ毎日。素人エレベーでは随時スポンサー様を募集しています。してます。素人エレベー応援したいとかね、一緒に何回やりたいっていう方は気軽にメールしてください。基本 NG はありません。待ってます。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイシーも聞きません。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ビッグナースよろしくね。まだ決まってへん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。